はい、どうもご視聴ありがとうございます。やりものということでですね、こちらのゲームスチームで、販売されておりますゲームでございまして、ポケモンみたいなゲーム性なんですけど、相棒のやりもんという、ね、名前の相棒のモンスターがチートタックルという技を覚えて、まあ、いろんな女の子とかを倒しながら、やっていくというゲームとなっております。ということで、まあ、やっていきましょう。最初から始める、ゲームアドバンスみたいな最初から始める。あ、ゲームアドバンスじゃなくなった。はるか昔、白の神と黒の魔物が人類の存亡をかけて戦った。白の神は神の使徒と共に黒の魔物を倒し、多くの犠牲を出しながらも人類は生き残った。白の神は眠りにつき、神の使徒は世界に残り、人間と共に生活を始めた。白の神が眠る地にはセントラルタワーが立ち、今も私たちを見守ってくれている。そしていつの日にか白の神が目覚めし時、人類に光の救済を与えるだろう。はあ、おお、かわいい、かわいい、絶妙だなお前。この世界にはヤリモンと呼ばれる不思議な生き物がいる。ネーミングよ。スターディスクと呼ばれるアイテムで心を通わせ、人間とヤリモンは共存しており、そしてお互いのヤリモン同士でバトルするのが日常であり、娯楽であり、当たり前だ。これ犬飼ってる側からするとポケモンバトルってエグいなって思うよな。年に一度のヤリモン天下トーナメントでの優勝は皆の憧れだ。もちろん僕にとっても。頑張ろう。あ、でこうやってね。でも僕はいわゆる落ちこぼれというやつだった。ヤリモンを仲間にするためのこのスターディスク、スターディスクを使うにはこのスター鉱石を光らせる必要がある。こういう名詞がたくさん。スター鉱石が光って初めてヤリモンと心を通わせることができるからだ。しかし僕はどんなに念じても光らせることができなかった。皆の周りのみんなは当たり前のようにスター鉱石を光らせることができた。ヤリモンとの共存が当たり前のこの世の中でとても辛かった。確かにな、一人だけ全然犬飼えないみたいな。だが僕には相棒ヤリモンがいる。ああ、心通わせられないのに。こいつは相棒の地ケープ。嫌な名しとるわ。ずっと前に家の地下室で勝手に入り込んでいたのを拾った。最初はすごく弱っていたのだが、何もしなくてもだんだん元気になった。海外しい世話の結果ではなく、しかもこいつとはスター鉱石がなくても心を通わせることができた。ヤリモンを仲間にできない僕にとっては大切な相棒だ。こいつと共に、こいつと一緒にヤリモン天下一トーナメント優勝だ。でもあんま強そうじゃないよ。あ、いきなり「ひかりちゃん行くわよ」。あの、今日は勘弁してもらえませんか。ほんとお金がなくて。うるさいわね、つべこべ言わずにバトルしなさい。んぎゅ、んぷぎゅ、ぷぷぷい。今日こそボコると。心通わしてるから心がわかるのね。いや、ほんとに今日は。あ、もうじゃあ、あんたが勝ったら何でも言うこと聞いてあげるわ。それならいいでしょ。何でも。ほほほ。何でもね。はいはいはい。ま、そいつじゃ無理だろうけど。ぷぎゅるるる。怒り。でもまあ、レベル5か。トレーナーレベルの、レベル 32? じゃあ今日も勝たせてもらうわ。BGM がめっちゃポケモン。チケープ、バリバリス、バリバリス、うん、パチリスみたいな。チケープの行動、じゃあ、交代的な戦うか頑張ろう。かじる、命中100、威力40、昔の体当たりみたいな。ああ、もうそんなん言ってる場合じゃなかった。パーティーが全滅してしまった。ちょっと弱すぎだよ。これで私の99戦99勝ね。こんな相手に勝った数を数えるな。ギュプ、いえ。あ、チケープ、うん。ほら、さっさと出しなさいよ。バトルに負けたらお金を払う。常識よね。あ、はい。1000円支払った。はい、お疲れ様。まあ、授業料として当然よね。それじゃ、また明日もよろしくね。99杯。これで9万9000円払った。マジで鬼かよ、あいつ。チケープは弱かった。でも意外と経験値が多いみたいで、近所の光にいつもカモにされていた。確かに、経験値多いやつだったらちょっとボコりたいな。金まで巻き上げられるし、負けた方がお金を払うので、毎回支払っているが、カツアゲだよ、ほんと。ボギュルルボギュル。いや、口だけは達者だな、お前。明日はボコる。お前、ほんと元気だよな、気持ちだけは。とりあえず、一旦家に帰ろう。意識あるか？いや、わかるよな。ボギュー、ぼーっとする。でかいアンテナが目印の家だな。あ、これ、なんか、ハートマークが不穏だね。こんにちは。どうやって話しかけるの、君。すごいね。ひかりちゃんは今年のトーナメントを目指すのかな？スクール制なのね。このクリックした時の光り方がスクールだわ。お前ばっかり光姉ちゃんと話してずるいぞ。そんなんでいいならお前が話せよ。ああ、何？あ、なんか、やりもんだけでなくトレーナーにもレベルがあるね。そうね。仲間やりもんのレベル条件はズバリ、お主トレーナーの、あ、いや、じゃあチケープが悪いんじゃなくて、俺がダメなんじゃん。俺のレベルが上限になってくるのね。野生やりもんと戦ってもトレーナーのレベルは上がらん。トレーナーと戦ってあげるのじゃ。負けてもトレーナーレベルは下がりません。1000円の支払いがあります。つらい。一応セーブしとこうか。あ、お地蔵さんだ。ヤリモンバトルで勝てるようにと両手合わせて祈った。
切実。科学の力ってすげえ、セントラルってすげえ、この世界全てを守ってくれるんだぜ。セントラル、はあ、ああ顔がある。やりもん展開地トーナメントの申し込みは誰でもできるんだよ。でもこの村じゃなくてビッグシティまで行かなきゃいけないけど。はあ、ビッグシティ、文字通り汚ね家、なんかポスターあってあるし。大丈夫か、ほら治るビーズだ、治るビーンズ。ボキュボキュボキュ、あ全回復したぞ。この豆をバトル中に使って回復してくれよ。一発でやられてんだからお前、そういう問題じゃないんだよな。まあ持っておくか。バトル中に回復アイテムなどを使用できますと。なるほどね、治るビーンズ5個。でも結局一撃でやられたら使う暇がないよ。ブギー、そりゃそうだが。クソ、光のやつ顔がいいからって何でも好き勝手やりやがって。ほんと顔だけはいい。クソ、勝ったら何でも言うこと聞いてあげるとか、あいつ簡単にそんなこと言いやがって。レベルアップした、な、何何がどういう、え、どういう、うんぎゅっぷい、なんで、え、チケープはレベル6になった、新しい技を覚えた。ん、レベル上がった、なんで、俺のレベルより。なぜかチケープのレベルが上がった。僕が考え事をしていた横で、考え事、プギュル、プギュア、明日あの女に再戦だ。やだよ、もうお金ない部品、なんでその鳴き声、ギョ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 、なんで負ける前提なんだ。99連敗でその気合、逆にすげえよ。うん、確信、何本当かよ。さっき覚えた技で絶対勝てるらしい。正直チケープがボコられるのは見たくないが、まあこいつも新しい技使いたいだろうな。僕もどんな技か気になるし。じゃあ明日は勝とうな、光に吠えづら書かせてやろうぜ。ギュギョイ、よし任せろ。まあとりあえずすっきりしたし、明日に備えて寝ようか。すっきり、ギュプ、そうだな、すっきり、はて知りませんね。人類史上最も売れたゲーム、すごいチケットのポスターだ。この作者の次回作が楽しみだ、絶対に買おう。何すごいチケットで寝る。そして一夜明け、珍しいわね、あんたの方からカモラ挑んでくるなんて手間が省けたわ。あー、うん、こいつが今日こそ絶対勝てるって言うから、ギョ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 、手加減してやるのも昨日までだ。今のは手加減してやるのも昨日までだ、だってまた言ってる。やりもんと会話なんてできないのに、キモいやつ。あー、心を通わせてるっつっても会話できないのかお前らは。スター鉱石を通じて、あ、簡単な一つはできる、しかし会話などはできない、実はそれが常識なのだ。まあそうね、犬と会話できるって言ってるような。伝説級のやりもんと会話できたっていう言い伝えもあるけど、あ、そいつが伝説やりもん、笑わせないで。うん、でもチケープとは会話できるのが当たり前なんだけどな。もちろん光のバリバリスが何言ってるのかは全然わからない。さあ今日もバリバリスの経験値と私の小遣いになりなさい。なんか覚えた技を、じゃあ今日も勝たせてもらうわ。トレーナーレベル超えてきてんのか気になるな。じゃあとりあえず戦うで、チートタックル、チートみたいな威力の絶対先生の体当たり攻撃、一戦闘中1回のみ。ああ限られてんの、おお強い、先制攻撃だった。幼なじみの光に勝利した。え、トレーナーレベルが上がった、やったぜ。バイ、嘘でしょそんな、嘘だろそんな、ギブフイ、なんでお前も同じこと言ってんだ。まあ本気出せばこんなもんよ。ついに光に勝利した。チケープの新技はかなりすごいようだ。そうね、威力8万だったか今、威力8万でも一発でやれるんか実際のポケモンだったら。まあいいや、見たか、これがチケープの本気だよ。さすがだぜ相棒、ギュインギュイン。ついに光に奪われ続けた9万9000円が少し返ってくる。少しな、それじゃあ光出すもん出してもらおうか。うん、分かってるわよ、何で分からめてんの、負けたから仕方ないわよね。ほら早く早く、うん、何だったんださっきのは。ギュープイ、いやー爽快、やっとボコれたぜ。そういえばチケープ、あの技なんか変じゃなかった。ギュギュー、確かに疲れる、一戦闘一回ってところかな。疲れるとかそういう次元じゃない気がする。ギュギュイ、まあ明日からもこれ出しちゃうよ、ガハハ。チケープのチートタックルはどんな相手も必ず先手必勝で倒します。うまく使って格上の相手に勝っていこうと。で、いやイージーにしたら無制限になるのね。で、さっきの急にキングクリムゾンが起こったのは、これがスチーム版の全年齢用だからです。なんかパッチを入れたらあのシーンも見れるらしいですが、それよりもだ、技より何より不可解な出来事があったわけだ。さっきカットされたシーンが、いやいや、どうした、思いっきり現実だよ。いや相棒以外があったら犯罪でしょ、何したの、相棒だけの特別ルールだし、何したの、どうして僕だけそんなルールなんだ。いやめちゃくちゃ嬉しいけど、なんでだ、何したの、なんでって言われてもそういうもんだとしか。お前なんでそれ知ってんだよ。まあうん、よくわからないけど、それならそうで目いっぱい楽しまなきゃな。ぐふ、脳が追いつかなくてさすがに疲れた、今日はもう寝てしまおう。よし、でめっちゃ連打されとる、何が起こったの、誰かが鬼チャイムしてるぞ。あ、俺のレベル上がってんじゃん、もう誰か上がった気がする。光かな、多分光以外選択肢ないしな、登場人物。うわ、
なんだなんだ、やっぱりあの件で怒ってる。手出して、あの件を詳しく俺に聞かせてくれ。え、手早く。はい、慌てて両手を出す。なんだ、何か置かれた。やりもんノート、これはやりもん図鑑、やりもんを記録するハイスペックデバイス、やりもん図鑑。その価格なんと5万円。なんと絶妙な価格。それあげるわ。マジ？ええ、ありがとう。これ私今日からやりもん修行の旅に出るの。え、あ、そうなの。っていうかこれやりもん図鑑めちゃくちゃ高いじゃん。突然与えられたやりもん図鑑と昨日のことも思い出し心拍数が上がる。俺にも聞かせて。それもともと100連勝の記念にあんたにあげるつもりで買ってたのよ。まさか負けるとは思ってなかったけどね。あ、そうなの、意外と優しい。そうなの、意外、僕からむしり取るだけの鬼かと。あんた私のことそんな風に思ってたの。いえ、思ってないです。思ってた。あれ、でもやりもん図鑑って5万円で僕は光に9万9000円渡してるよね。私の分も買ったに決まってるでしょ。あ、2人分。あ、はい。相変わらずの強い圧で押し切られる。まあやりもん図鑑は素直に嬉しい。全額じゃ俺が半額出してあげたみたいな感じじゃん。それじゃあんたも早めに出なさいよね。出る？どこに？旅よ、修行の旅。私だけ旅に出たらもう勝負にならないでしょ。ちゃんと修行したあんたに勝たないとリベンジにならないじゃない。いや、僕はどうかな、旅とかできるかな。あ、行けたら行く的な。行くわよね。はい、それじゃあ私は先に行くわね。あとこれだけは言っとくけど。ん？何？昨日のあんた絶対私以外に負けるんじゃないわよ。あ、かわいい。はい、それじゃあ私行くから。かわいいけど圧に押されて行くって言ったけどどうしようかな。それに図鑑をもらっても結局僕はスターディスクが使えなくて。ゲップ、おい相棒それ。ん、え、ああ光ってる。あ、ついに嫌な顔してる。え、いつからだ。やったじゃねえか相棒。まあ自分だけでも十分なんだが、それはそれだもんな。やったついに。うお、だチートタックル1回しか使えないもんな。震えた、僕は少しだけ泣いた。いや、自然に涙が流れていたという表現をするべきか。これでなお一層決意が固まった。修行の旅か。それはやりもん天下一トーナメントの優勝を目指すことにもつながる。僕のささやかなでも本気の夢。ガルク天下取るか。そうだな、お前が一緒ならよし、やるからには本気だ。目指せやりもん天下一トーナメント優勝。ギョー、光の圧もあったが、いつか旅に出たいと前々から思っていた。ここから僕の伝説が始まるんだと、なんとなくそんな気がする。いや、しない。いや、なんとか頑張れるといいな。まずはトーナメントの受付ができるというビッグシティを目指そう。ビッグシティ、このハートは何なんですか。ちょっとさっきのシーンはどんなんだったんでしょうね。見たい人はパッチを買うか DL サイト版を買ってください。セントラルとヤリモンに支えられとる。おどおど、おどりゅう。これ、やりもんバトルに勝てるの。ああ、図鑑を。スタンプラリー的なサービス。やりもんバトルアドバイスをご紹介。はい、何？ CM 中に答えが気になって検索するタイプですか？うん。ぜひ自分の足で旅をし、アドバイスを集めてくださいね。ああ、自分で集めろということか。一つ目のアドバイス。野良やりもんから 100% 逃げられるぞ。はい、よかったよかった。やりもんの技にはクールタイムがある。クールタイム3なら次に使えるのは3ターン後だ。やりもんは自分と同じ属性の技を打つと威力が上がるぞ。以上だ。割と大事なことだった。まあポケモンっぽいね、そこら辺のシステムは。クールタイムはなかったけどな、ポケモンは。麦わらお姉さんの家、あ、人の家なんですけど、そういう自制心ある。お前か、さなえさん。へえ、君はやりもん持ってるのね。ということはいつかトーナメントに出たりするのかな。お姉さんね、実はトーナメントで決勝トーナメントまで行ったことあるのよ。大変だと思うけど頑張ってね。おお、さすが。なんかびっくり出てる。戦えるってこと？え、私と勝負したいの？うん、一応もう一回教えてあげるけど、お姉さん決勝トーナメント経験者なんだよ。今はこの子一匹なんだけど、びっくりするくらい強いと思うけど。ああ、じゃあレジェンドトレーナーのさなえさん、え、推奨レベル95でも俺にはチートタックルがあるよ。一発で。ちょっとブランクあるけど頑張るよ。いえ、ケチケープ。踊りゅう、かわいいというか、なんか緩いなお前見た目が。じゃあチートタックル、威力8万でレベル6がレベル95に打ったところで一発で倒せないんじゃないかなっていう気もするな。あ、倒せた。計算ロジックはちょっとポケモンと違いそうやな。え、お姉さん負けちゃったの。トレーナーレベル上がった。やった、うますごい。まあ負けちゃった。ありがとうございました。1体しか持ってなくてよかった。そうだよね、うん、負けるとやっぱり悔しい。それじゃあお小遣いあげるね。お小遣い、え？え？消えた。何があったの？いやいや、人の家なのでというか、おどおどじゃなくて、お前が負けたせいでお姉さんいなくなったよ。お小遣いと一緒に何か渡して消えたんだけど。
まあいいや。どこ行ってもうたんやろ。回送室とかないの、どっかに。回送室はないですか。あ、なんか部屋があった。何ここ。あ、野良よけ線香。なんもないか、ここは。最近やけに地震が多いけど、白の神様が復活するんじゃないかと。はいはいはい。ここは？ああ、研究所ね。やりもんバトリオンの雑貨を販売しております。今はまあ別に、スターディスク。ああ、使った後に倒した野生のやりもんが仲間になる。あ、結構簡単なんだね。じゃあ、5つ、4つぐらい、5つぐらい買っとこうか。元気の子。まあいいや、これで。回復ね。回復しとこうか、一応。で、博士？今忙しくて用事があれば、また日を改めてね。なるほどね。入れ替えはメニューから可能ですと。あ、でももらえるのこれ、これ。兵隊やりもん。ピョンが中で眠ってる。その子は相棒のいない子が初めての相棒にするためのやりもんなのと。あ、立派なものがあるからなと。臭いと。フェニピースターディスクのスター鉱石はと。はい、ビッグシティからここまでよく来るんですよ。特に理由はないですよ。あ、博士に会いたくてって感じかな。ごまかし方は。魔女に関しての資料、何かのサービスを開始したとよという感じのことが書かれていた。あ、大したものはない。とりあえず、あ、お姉さん帰ってきとるやん。何してたの。あら、頑張ってる。まあ私ね、実は君が強いの気づいてたんだ。まあでもいけるかなと思って。本当に？何が行われたんでしょうね。君はやりもんだけでなくトレーナー自身にもレベルがあると。はい、それは聞いたね。とりあえず、あ、でもトレーナーレベルも上がってんだ。さっき5だったのに。トレーナーやっぱ勝つことでレベル上がるのかな。あ、何か用ですか。いや、ちょっとアドバイス的なやつをね。野生のやりもんはスターディスクで仲間にできる。君ついに光るようになったんだね。おめでとう。あ、ありがとうございます。素直に嬉しい。この店にはショップはないけど、やりもん研究所でアイテム買えるからね。あ、スターディスク買ったね。研究所の場所は知ってるね。はい、さっき出てきたでしょ。もっと、ごめんごめん、長くなったね。じゃあ最後にこれを持っていってね。あ、あれ、あ、10個もらった。買わなきゃよかった。これいいんですか。セントラルから初めて旅立つ子には提供するように言われてるからね。頑張ってね。よし、まずはビッグシティを目指そう。そしたら、野生ヤリモを仲間にするにはスターディスクを使う、倒す。これで OK だ。確率いいね。ありがたい。ディスクを使ったターンも攻撃をされちゃうと。ああ、そうか、それはちょっとめんどくさいね。まあ、スターディスク、女の子は勝負したいと思ってるトレーナーはびっくりマークが出ると。青なら同格、黄色だと強い。勝負が嫌なら断ってね。断れるんだ。青、緑、黄色なんだ。トレーナー戦闘についてと。相手の手持ちが痛いならあの技使えば勝てると。ん？なんか光った。ああ、やりもん反応、コナンがあるね。お前戦えるやつか、黄色か。ちょっとそこの君、この先は強いやりもんが出るので危ないですよ。こういう込み入った場所には強いやりもんが生息する可能性が高いので注意してくださいね。じゃあ、バトルしようぜ。あ、私に勝てたら問題ないと思いますよ。一匹。よし、かわいいね。マイータちゃん、チータ。まあいいた、レンジャーガールに勝ったぜ。これだけ強いなら問題なさそうですね。トレーナーレベルも上がったし、新しい技ももらえるようになったし。負けちゃった。なんのだよ。食べちゃった俺が。何これ、危険な香りのするグラサンキノコ。これでトレーナーレベルが上がるのか。ちょっと1匹、レベル34。これはやばいか、使えないか、アイテム使う暇がないのか。肉壁1匹欲しいな。スケープ出して、道具でスターディスク、ローローね。で、パチパチを覚えたんだ。まあ、こういうの大事だな。まあ、チートタックルで、野生だったらこれで倒すのが一番いいでしょう。そうか、レベル上げもめちゃくちゃ簡単だね。ふわふわとゆるい。女の子は捕まえられないんですか。で、並び替えて、こうした状態で、じゃあ強い方行って、あんまり強くなさそうなの引いたな。まあいいや。ボーギンに対してスターディスク、で、ストームハザード戦。HP が減るより先に、左のアイコンが死んでた。
で、やけどに勝手になってくれたけど、チートタックルで倒して、モーギンも仲間にと。3匹だけなのかな。あ、トレーナーレベルの限界があるのか。トレーナーレベルがなんて言ってた。あ、トレーナーレベルまで下がっちゃうのね。じゃあ、あんまり意味ないんだ。あ、で、復活すんだ。あ、じゃあ、だいぶ楽だね。そんな全員、ちまちま捕まえていく必要もない気もするけど。ハニワだ。あ、ベンチスペースに送られるんだ。まあ、あんまり頑張って集めてもしょうがないか。かぶ、ダブルまで、 こういうとこダブルまでやってもじゃあもういいや、同じやつ出たし逃げます。予定思い出した。で、お前は男かよ。クソ、あのポニテ女め、俺をさんさんボコボコにしやがって。これじゃ俺がやられ役の雑魚キャラみたいじゃねえか。お前弱そうだな、ふさぶらしに付き合ってもらうぜ。あ、一匹か、カンタロウ。こいつ倒してもなんもなんかうまみねえな。ローロー、ハトリーか。じゃあ焼けつく息。あ、炎上してる、炎上しちゃった。あ、ハトリー死んだ、さよなら。普通に勝ったやっぱ女の子の方が強いね、この世界。あ、俺雑魚キャラだったのか。生もらった、ありがとう。あ、そっか、生もら、何をもらってるの。じゃあ何をもらってるんでしょう、果たして。あ、ここはやっぱ出てくるのが違うのか。ちょっとパンダだ、かわいい。こいつ普通に倒せそうだね。マスターディスクで爪スラッシュで、こいつ燃え移りのおかげで毎回相手を炎上させてるのが強い。スケープで チートタックル、すげえサクサクいける。で、君は、あ、ちょっとあなた、はい、何でしょう。私とバトルしなさい、そして私のトレーナーレベル上げるの。じゃあいいでしょう。あ、ミニスカートの言うのあんま強くないね。レベル5かよ、普通に勝てるじゃん。じゃあお願いします。ミニスカートの下もちゃんと全年齢用にズボンを履いてた、スパッツですらない。恨み節、なんでだよ。燃え移り、あ、炎上した、炎上した。お前も炎上しろ。あ、じゃあチケープで、もう呪いで苦しんでるチートタックル。ローローは倒れた。そんな、ケープのレベルが上がったよ。絶対勝てると思ったのに、もうお小遣いも減っちゃう。お小遣いは？はて、お小遣いがもらえないな。おばあちゃんみたいなのいいな。これは？トレーナーらしき女の子が立っている。この先は少し特殊な場所に出るの。今定期の安全確認中だからもう少し待ってね。え、バトル？ごめんね、今は無理。あ、なんだ、なんか操られてるみたいな顔してたから期待してたのに俺は。ちょっとがっかりだよ、君が。ただの当選坊役で。そう思うだろ、お前に嘘をばらして、嘘をばらしてやる。うん、駆け出しトレーナーのホタルちゃんね。一匹しか出さないやつばっかだから、チケープ先頭に持ってこようかな。なんか、時間がちょっと無駄。無駄がある。メリクジ。まあ、気にするほどの時間でもねえけど。あ、仕方ないけど。何でしょう。じゃあ、チケープを前にしとこうか。その方が手っ取り早いし。これはナオルビーンズか。で、あ、ビッグシティは左にまっすぐですよ。気をつけて。私と勝負したいのですか。あ、警察官ね。セントラルポリスのほのかさん。あ、2匹持ってんじゃん。初めての体験。2対2。3対2だけど。スパックさんね。じゃあどうしよう、タイプ1の方がいいんだよな。ってことはかじる、人雷ポケモンに逆輸入された技ですね。コマコンちゃん、はい、さよなら。負けてしまいましたね。よしよしよし、負けてしまいました。では支払いを。支払い、お金と支払ってどっか行っちゃったね。ビッグシティ、あ、近かった、思ったより近かった。ビッグシティ、やりもんのレベルアップは戦闘中以外にも戦いの中で手に入れた経験値のかけらを使ってレベルアップすることができると。はいはいはい、なるほどね。トレーナーレベルで、そうか、経験値のかけらで一気に上げられるんだ。マジで余裕だなクソ、どうにもうまくいかねえ、イライラする。おい、お前ステルス解消させろモブ顔してやがる。
なんならさ、モブの方がさお金くれるから実がある気がしてきた。こいつ主人公だけいい思いしてるけど、俺の見えないところで。じゃあ絶対こっちの方がいいじゃん。ぐー、くそ、なんだよ、世間が悪い、俺悪くない、親が悪い、親は悪くないよ、もう少し冷静になって頑張ろう。なんだそれ。メッセージ性がビッグシティ、デカ町、ここがビッグシティ、来たことないんか。でっけえ建物ばっかだな。トーナメントの申し込みはどこでできるんだろう。こぎみみ、この町のトレーナー全員ボコロ。いやいや、お前も疲れてるだろ。確かトレーナー支援の回復センターがあるはずなんだけど。あ、ライバル、あ、誰で、降った、久しぶり、誰誰誰、うわ、レオくん、あ、男の子か、男の子かな。ずいぶん前から修行の旅に出発していた同じ町出身のレオくんと再会した。ちなみに降ったというのはレオくんが僕を呼ぶ時のあだ名で、何かの漫画で降ったという僕に似たキャラがいるかららしい。あ、久しぶりの降った、嬉しいな。ぎゅー、ぐぐ、苦しい、距離感が近い男の子だね。あ、ごめんごめん。ゲホ、相変わらず元気だね、レオくん。お、降ったくん、降ったも元気そうだな。相変わらずの爽やかさ、燃えるような熱意、まさに主人公って感じだ。あ、そうだ、レオくん。ん？僕さ、ついにスター鉱石拾…あ、しまった、読み切る前にボタン押してしまった。レオくん？うわ、おめでとう、降った。よかった、ほんとよかった。うわぁ、号泣である。どうやら僕以上に僕がスター鉱石が光らないことを気にしてくれていたようだ。いい男の子だ、いいやつすぎる。それでチケープは元気か？もちろん一緒だろ。もちろん。いや、久しぶりだな、レオ。久しぶりだな、チケープ。レオくん、もしかしてチケープの言ってることわかるの？いや、わかんない、でもなんとなくそんな感じかなって。そうだよね、ははは。相変わらず珍しいやりもんだよな。図鑑にも載らないみたいだし。あ、そうなんだ。僕も気になってたんだよね。確かやりもんの種類は151種類。まあそういうこともあるだろ、きっと新種だよ。250ぐらいいるでしょ。なあ、降った、バトルしようぜ。もちろん回復した後でな。町に着いたばっかりだろ。そこの青い壁の建物がやりもんセンター、中で回復ができるぜ。やりせん、やりせん、なんちゅう、そう、やりせん、まあやりもんセンターな。買い物や回復や買い物もできて、あと泊まったりもできるぜ。セントラルが運営してるんだぜ。俺はここで待ってるから、準備ができたらバトルしような。分かった、それじゃ準備してくる。よし、準備しよう。まあ言うて回復するだけだけど。ジョイさんのグラフィックはないの？戦えないからないの？あ、やり、ベンチスペースって項目を、選べば控えと入れ替えられると。パソコンじゃなくてもできるんだね。うーん、あー、ここか、なるほどね。まあまあまあ、ちょっと気になったの出たら。で、お金欲しいって言ってる。やりもんグッズか、スターディスクはともかく、泡洗剤、あ、炎上とかそういうの落とせるんだ。まあ後々だな。新しく覚えた技はそのままでは使えないと。戦闘が始まる前に準備しておかないとダメだぞ。あ、そうなの。技がついてると新しい技と変更が可能になってる。あ、4つ超えてくると自分で技入れ替えないといけないのか。基本的に後で覚えるやつの方が強いと。今4つだから別にないけど、増えたらここに出てくるのかな、多分。センターの2階は宿泊施設になってんだ。へえ、あ、ここ俺の部屋、いいね。入れんの、人の部屋。こんにちは。泊まれる場所と食事が出るから、子供の一人旅でも辛くないんだよね。これだけなんだろう、不用心な、大丈夫、子供の一人旅で。でかっ、生活感すご。ほら、人の部屋に勝手に入っちゃダメよ。その通りすぎる。広い部屋、地は歩き疲れたから一休み。共用のスペースがある。じゃあやるか。こっちは準備 OK だぜ。あ、3匹、ちょっと3匹目やべえな。あいつ、ちょっと待って。じゃあ、並び替えて、まあ、ローロー先発がいいかな。あ、技が出てきてる。技の確認。例えば、泥ぶっかけを、あ、ウィングカッターに変えられるのか。命中が若干落ちる。クイック頭突きとかの方がいらないかな。威嚇とかがいらないか。タビパで威嚇は別にな。タビパの鳴き声は別に強くねえ。よし。で、まあ、ローローからでいいか。弱えやつから出してって。ん？足速っ。よし、降ったとバトルだ。負けねえぞ。あ、でも今回は勝っても負けても何もなしでいこうぜ。うん、分かった。勝負だ、レオくん。まあ、男相手だしな。このバトルでは支払いが発生しません。行くぜ。よし、降ったとバトルできるの楽しみしてたんだ。行け、ローロー。ファラワーか。
炎が抜群だね。じゃあ焦げつく息で、おいいダメージ。種ガンじゃあもう一回焦げつく、あーこれはクイック頭突きする方が良かったか。まあまあまあサジでしょう。でキロット岩タイプで風が弱点なんだ。交換してもいいけど、まあそんないろいろ考える必要もないだろう。で大地の守りで泥沼状態、素早さがすごく下がった。じゃあ呪い節をいろいろ能力下げられてるけど、まあ、まあ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 早く倒してほしいな。モーギンに交代したいな。まあなるべく削っといた方がモーギンが確実に勝ってくれるから、この方が安定するかな。うん、なんなら相打ちぐらいまでいける、なんなら相打ちいけそう。モーギンいけ。で炎上した。じゃあラストガオールね、こいつが切り札か。じゃあ俺のウィングカッター強え、スマッシュ。じゃあチケープ、チケープのチートタックル、うん偉い。ガオールくー負けた。トレーナーレベルが上がった。ローローも新しい技を、チケープも上がった。なんならこいつらのレベル上げ、ああ俺のトレーナーレベルが、ずっと限界値になってるな。負けた。フッタすげえ強いな。なんだその技、チートタックル使う前提。やった、レオ君に勝ったぞ。クソ強い、悔しいけどフッタが強いのは嬉しい。でもくー、また楽しみが増えたぜ。そういやフッタトーナメント登録するだろ。あうん、この街でできるって聞いたけど。登録所はやりもんセンターの近くにあるぜ。ここから北にまっすぐ向かうとさっきのやりもんセンターに戻れるんだ。そこから西に行ったところの建物の中で登録できるぜ。あすごいギラギラしてる。北に行ってセンターで、センターから西、登録所の奥の部屋はジムになってるから腕試しもできるぜ。いろいろありがとう。それじゃあまた。あれなんか売れてない。え、あーなんか白のなんちゃらが売ってたね、復活するかもみたいな。止まった。最近多いし今のは結構強かったね。白の神が復活するって噂もあるよな。白の救済があるとかないとか。じゃあ改めてまたな。振った、別の場所であったらもう一度バトルしよう。もちろん、またねレオくん。さよならレオくん。さてトーナメントに登録しなきゃな。とりあえず技は、技じゃあ目くらましをフレームスフィア、確かに強いな。じゃあかじるが、あテーブルウィップと通電ボルト、本当に威力で上位互換って感じだし、まあ基本強い技打っときゃいいでしょ。あ邪魔すんなよと。あデパートの近くのバトル場はいつも強い女の子がいるから使いづらいと、会いに行きましょう。行ってこよう。電気も水道も何でもセントラルが提供してくれるんだよね。もしセントラルがなかったら俺たちの生活はどうなってたんだろうな。あでスタンプラリーだ、来た来たと。アドバイス2、状態上は治るのね、助かる。ほんとね、めんどくさいもんなあれ、毒がずっと治らないの。あんまり別にそれが面白い要素とも思わんし。なんか俺あまり近寄るな、お前男は。よしここね、あーお話かけてからの方がよかったかな。あー受付してるってだけか。お前このマークがついてるトレーナーはスタートレーナーって言ってめちゃくちゃ強いのよ。私は違うよ、ちょっと自作した風船で真似っこしてるだけよ。そんなんできるんだ。ジムでのバトルなら奥へ、トーナメントの申し込みはこちらね。はい、したいですと。手持ちのやりもん1体登録いたします。登録、まあチケープだよな。え未登録のやりもん図鑑に載ってない。あこいつはなんか新種かな。でも別にちゃんとやりもんで、やりもんの定義は何なの。そうですね、そういうこともあるでしょう。ではこれで登録は終了です。ディスクをお返しします。ありがとう。割とあっさりなんとかなったな。それではこのカードをどうぞ。 YBT カードを手に入れた、ありがとう。そのカードに日々のバトルが自動で記録されます。あなたのバトルはこれから全てがトーナメントの予選扱いとなり、ほうほうほう、いい成績を収めれば決勝トーナメントに招待されます。なるほど、つまりこの世界全てが予選会場、成績が良ければ決勝トーナメント。多くのトレーナーと戦い、トレーナーレベルを上げることがまず重要ですね。そしてすでに強さを認められているトレーナーに勝てば勝つほど決勝トーナメントに近づいていくでしょう。なるほど、世界中を回りつつ強いトレーナーに勝っていく必要がある。スタートレーナーのことはご存知ですか。さっき言ってたね、めちゃくちゃ強い人ですよね。はい、セントラルが公式に認めた強トレーナーであり、もちろん決勝トーナメント進出の大本命です。ビッグシティではマキさんという女の子がスタートレーナーとして認定されています。もしスタートレーナーに勝つことができれば一気に決勝トーナメントに近づくことでしょう。勝てればですが、うんそうね、ありがとうございました、頑張ります。
YBT カードがあればやりもんセンターなどで宿泊は無料となります。ぜひご利用ください。それではいいバトルを宿泊できんだ。ああジムを出ようなのね。まあいいや。リオナちゃん、バトルガールのリオナちゃんか。はいはいはい。じゃあまあここら辺はちょっと並び替えてチケープで、つまり戦うことに意味があるわけだね。おっす、チケープ。あ、かわいい。あ、プチパンなんか見たな、こいつどっかで。はい、チートタックルですがありがとうございます。ごめんね、なんか鍛えてますね。ではこちらを、ではこちらをぬはは、何だったんでしょう。師範に挑むには、まあ、僕たちを倒さないといけないんだぞ。あ、お前はもう見る必要がないやつだ。門下生と、あ、2体いんの ?2 体いる。モッコーノーマルタイプか。じゃあ通電ボルト、恨み物資、テールウィップの方が強いか。それで倒して、ロパッチ、チートタックル強い。よしよしよし。まあなんか負ける気せんな。とりあえず俺のトレーナーレベルも上がるし、1000円もらえるし、女の子は帰ってこねえし。何してんの。ああ、門下生たちなのね。でお前が門下生2人を倒したということは覚悟があると認めてもよろしいですかな。無理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 目怖無理無理無理、だいぶ無理だったわ。チイージーモードだったら今あいつ殺せんのか。それはそれで趣あるな。やりもんセンター泊まれるようになったからなんかあんのかな。こういうのって割と緊張するよな。無事に申し込みできてよかった。ひたすら勝てばいいんだよな。まあそれができれば一番だけど。ん、誰、ライバルみたいな。うわすごい、何、女の人だった。あの人は確か裏地がすごい。あ、あなたはセントラル総帥様、お疲れ様です。ああ、勤めご苦労。何か不都合はないか。あ、はい、地震につきましても早急に対応し大きな混乱もなく。そうか、皆の生活のための尽力感謝する。そんな、私たちの方がいつも総帥様に助けられていつもありがとうございます。私は感謝されるような存在ではないよ。そんな、総帥様はなぜそんなこと。今後も町の安全のため尽力いたします。そうか、頼もしい限りだ。では引き続きよろしく頼む。あ、はい。総帥様相変わらずお美しい。いいな、俺も話したかったぜ。セントラルあっての私たちだもんね。こうやって暮らせるのもセントラルのおかげ。ほら、無駄口してないで持ち場に戻ったら総帥様にサボってるところ見られるわよ。確かに、あれが噂に聞くセントラルの総帥か。なんか見たことあると思ったぜ。偉いやつだよな。テレビとか出てんのか。そりゃお前セントラルの総帥だぞ、一番偉いよ。セントラルとはこの世界の最高機関だ。怪しいね。水、電気、ガスなどを無料で提供しインフラを担ってる。また役所、病院、警察など全て取り仕切っている。もう癒着がすごそう。めちゃくちゃ綺麗な人だったな。そういや、ただで宿に泊まれるんだろ。早速泊まりに行こうぜ。確かにそうしよう、さすがに疲れてきた。よし、じゃあ泊まりに行くか。泊まると何か起こるかもしれません。はい、どうなるの。ブラックアウトカットされちゃうの。あ、そのまま泊まれるようです。そのまま泊まったらいいの。ここか。じゃあ寝る。何があんの。突然いろんなことがあったな。そうだな、光に勝って、その後何があったの。本当に何があったの。レオ君に再会できたの嬉しかったな。だな、トーナメント頑張ろうな相棒。プッ、うん、光に勝ってその後、はて魂になってる。回想室か、ここは。ああ、またこの夢か。僕はこの夢をよく見る。僕は人玉みたいになって白黒の世界を見て回る。妙に生々しくて、そして何もないまま目が覚める。いつもそうだ。でも今回は何かいつもと違うような、何かが光ってる。なんだろうあれ、何これ、なんだろう。ん、おお、メイドさん、なんだ、何か言ってる。本日からお嬢様のお世話をさせていただきます。T03 型マーク3マーク3号メイドロボです。よろしくお願いいたします。お嬢様、はい、どうも。別に必要ないけどね。あ、誰かの記憶、かしこまりました。では私自身の廃棄処理を手続きしてまいります。極端な。 あやめてやめて、いていいから。 あ
今の全然笑えないんだけど。笑うというのは分かりかねます。ロボットですので感情がありませんので。あー、バイナリーハーツのシーナよりは劣ってるな。あー、ため息が多いですがお疲れですか。今のは空いてる。こんなこと今までなかったのに。あー、何この部屋、なんだろう。 SS。 人類の科学はこの数年で突如未知の領域に突入しました。そう、魂の存在が証明されたからです。何の話急に。そして魂からは常にエネルギーが放出され続けていることも分かりました。魂のエネルギーの発見は世界に衝撃を与え、深刻なエネルギー問題の解決に大きな一歩となると期待されました。しかし魂のエネルギーは確かに存在するが、このエネルギーは長い歴史の中で発見すらされておらず、これまでの常識を大きく外れたエネルギーであり、この無限に生成されるエネルギーを誰も利用できていません。そう、これまでは。何の話マジで。皆様大変喜ばしいご報告となります。まるで神のエネルギー装置とも言うべき永久エネルギー機関が開発されました。セントラルってこと、これが。その名もクリスター。この装置は世界に漂うあのエネルギーを回収して利用します。そう、魂のエネルギーです。なんか副作用ありそうだね。人類には魂があり、生きてるだけで魂のエネルギーを放出し続けています。それを回収してエネルギーとする夢の永久機関クリスター、これがあれば人類が生きている限り無限にエネルギーが生み出され続ける、まさに人類が夢見た永久機関であります。クリスターがあれば我々の未来は明るいでしょう。現在クリスター量産化についてはまだまだ課題が残っており、皆様のご援助があれば幸いです。質問よろしいでしょうか。他社への技術提供は、量産化の具体的な時期は、 CEO、 この技術の理論については、以前に噂された神の子との関連は。神の子。現場からは以上です。セントラルコーポレーションからの中継でした。はあ、これがこの世界のって話、歴史ってこと。エネルギー問題が加速、大国同士の足並みも揃わず、各地で小規模な紛争が立て続けに発生。12年前、突如世界で発見され始めた青い鉱石はウォーターストーンと名付けられた。このウォーターストーンは人間の意思に呼応して形状を変える。液体と思って触れば液体となる。ほう、じゃあ何、危ないものと思って触ったら危ないの。これは極秘や魂が見える超能力少女。急になんか世界観が全然違うね。神の子か。無から水、火、電気など生み出すことが可能。情報処理成功、フェイクニュースとして処理。以後少女の情報は最重要機密事項として取り扱うこと。本当にいたんだこの少女は。朝か。いやいやいや、シリアスな夢だったな誰だ回想室っつったやつ。おはよう相棒、なんか夢変わってたな。だよな、何だったんだろう。お前も見たの、あの白い夢は。チケープも同時に見る。何なんだろうな本当。セントラルコーポレーションって言ってたよな。うん、今のセントラルと関係あるのかな。気になるな、セントラルコーポレーション。セントラルタワーってとこ見に行かね。名前似てるし。そうだな、ちょっとうろうろするにせよ早めに行ってみようか。ビッグシティのマップ上側から外に出てまっすぐ進むとセントラルタワーがあります。あー、魂のエネルギーっていう実績が解消された。じゃあセントラルタワー見に行くか、とりあえず。あー、研究所ここにもあるんだね。草むら独特の生態系は、ここにだけしか出ないやつがいいんだ。捕まえてもいいけどね。博士の相手を探してます。天性の炎サラマングレイドは強力なスキルで、やられそうになった時一度だけ回復して復活するんだ。油断は禁物。あ、それはやばいな。お前誰。ようこそ、君は研究員し希望者だね。目怖。違います。そっか、目が怖い。バトルのサンプルも取らなきゃいけないの。あ、そうだ、君ってもしかしてトレーナー。あ、やっぱりちょっと私とバトルしてよ。目怖。じゃあやろう。あら、強いな。33、3体いるのはちょっと話違うな。新種を発見したらセントラルに報告しろと。じゃあまだだな。とりあえずストーリーに沿って動くか。あ、なんか適当に倒せそうなやついるな。よし、悪丸倒して。あ、エクストラアタックカウントが下になんかあるんだけどニュー攻防の下にエクストラアタックカウントがある。バトルバーみんな、ここになんか強い女の子がいるっつってたね。はい、おしまい。クソ、ふざけんなよ、なんでそんなん強いんだ。どうせ使用人に育てさせてんだろ。デパートオーナーの娘は恵まれてんな。お前バトルだけじゃなく心も雑魚ね。なんだと。
私はね、毎日本気でやってるの。1歳の頃からこの子たちと積み上げてきたの。密度も年金もお前とは違うの。さっさと私の視界から消えなさい。うー、畜生、結局才能のあるやつが勝つんだ。あー、捨て台詞が醜いわね。俺とやろうぜ。強すぎる。あの子相手に勝ち目なんてあるのか。でもチケープのあの技なら1対1で勝負しない？ちょっとマキ様素敵ですわ。1対1で、男なら1対1で。いや、合否3匹おる無理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 。技が増えた。幻影の炎か。とりあえず上行くか。その北のセントラルタワー見に行くか。やりもん開発センターか。ああ、チャンピオンの資格があったらいけんだ。翔太を倒しとこう。よし、とりあえずセントラルタワー行こう。北に、ああこっち側行けってことね。お、くるみちゃん、やっぱりもう少し技のタイミングを早めないと出す前にやられて。ブツブツ。あ、うん、先輩かと思いました。危ない危ない、この人仕事サボ。ねえねえ、バトルしよっか。交流でバトルするとさ、ちゃんと仕事扱いになるから。道行くトレーナーとバトルするのも仕事のうちなんだよ。私仕事指導してるからね。仕事って3回言った。よし、じゃあレンジャーガールのくるみちゃんを。あ、2匹目強いな、気をつけよう。仕事サボって育てたやりもんで勝負と。あ、電気属性が効くのね。あ、かなり効いてるけど一発じゃ倒しきれない。チケープ状態異常ならないんだ。で、プラントン、うーん、チートタックル、やったぜ。さっき言ったことは内緒にしてね。しょうがないな。そんなサボって鍛えた私のやりもんが。やっぱりサボってたのか。うん、もっと鍛えなきゃどういう会話の流れだ。で、あ、野良よけ線香。あんまり別に敵が来ても嫌じゃないけどな。野良よけ線香あげるよ。あ、もうもらっちゃいました。あ、土砂崩れあったんだ。1、2匹捕まえてもいいけど、ここらで。またこいつかよ。あ、みかんの子だ。スターディスク使って、よしよしよし。これなんだ。何もできない。あ、作業員の電学。こういうのをチートタックルで倒して、結構ギリギリだな。で、あ、こっちがセントラルロードか。なんか強そうなの出るね、ここ。あ、さっきのやつじゃん。プラントンか。じゃあスターディスク使って一発でやられちゃう、もしかして。あ、よかった、ギリギリ耐える、偉いね。じゃあプラントンいただき。でもちょっとあんまりできないな。よし、来た。ここがセントラルタワーね。やりもん天下一トーナメントの開催場所でもある。ん？ん？タワーって言われに低いな。こういうのって漫画やアニメだと地下に長いってパターンもあるよな。セントラルって何してるんだっけ？人体実験とか？何怖いこと言ってんの？セントラルっていうのは、電気とか水道とかをタダで使わせてくれて。うわー、誰か助けてくれ。困った時は助けてくれる。え？ん？ああ、え、あ、白の？ガルルガン。どうしたんだよ、ガルルガン。言うこと聞けよ。なんだ、野生にいるヤリモンより何倍も暴れてるぞ。そこのあんた逃げて危ない。こいつが暴れだして言うこと聞かないんだ。ギョン、おい、相棒。うん、僕はそういうキャラじゃないけど、さすがにほっとけないな。いける？あ、でもいけそう、一体だけなら。ガルルガン。ちょ、スターディスク使っていい？あ、このヤリモンゲットできない。じゃあ、チートタックル。うわぁ。あっさり。よしよし、やったか。うわ、ダメだった。え、誰？行け、フレイジン、フレアインパクト。よし。お、怪我はないかい、少年。すごい。あ、あなたはチャンピオン。あ、チャンピオンなんだ。いかにも私がチャンピオンアテナだよ。バブーってなりそう。君が頑張ってくれたおかげで誰も怪我をせずに済んだよ。ありがとう。かっこいい。いえ、そんな。チャンピオンと話せてしまった。あと何だろう、誰か似てるような。光？違うか、あいつか。お友達か、親友か。さて、君も大丈夫かな。はい、もう大丈夫ですが、突然暴れ出して。それで、あの子の入っていたスターディスクを見せて。スターディスク、はい、どうぞ。スター鉱石が破損してるね。これが制御不能の原因だと思う。この子は一緒になってどのくらい？まだ2週間くらいです。そう、長く一緒にいると次第にスター鉱石がなくても意思疎通できたりする例もあるけど、
はい、この新しいスターディスクをあげるよ。もう負けてディスクを投げつけたりしちゃダメだからね。ああ、そんな感触を起こしてたの。いや、そう、そんなことしな。いえ、すみません、ごめんなさい。回復施設はセントラルタワーの中のを使うといい。うん、かっこいいね。でもあんなに暴れるのはおかしいな。何か怖いものでも見たのかな。さて、助かったよ少年、改めてありがとう。君はどこの出身だい。はい、はじめ村ってところで。はじめ村ってことはレオって子わかる。はい、いいやつです、すごく仲良しです。そうか、いいやつなのか。私はレオの姉なんだけど、ずっとセントラルで暮らしてるからほとんど会えてなくてね。そうなんですね。え、姉、レオと仲良くしてくれてありがとう。それじゃあ少年、またね。かっこいい。レオもああなるのか。レオくんのお姉ちゃんだったのか。レオくん、チャンピオンがお姉ちゃんとかすごいな。しかしすごいぞ、チャンピオンと知り合いになっちゃった。チャンピオンって言うからには強いのか。それは強いよ、一番強いんだ。やりもん天下一トーナメントで3連覇中、歴代の中でも最強と名高いんだ。最終的にボコる相手ってことか。まあそうかもだけど、さすがに気が早いかな。何にしてもたくさん戦った経験を積まないと。チケープのあの技だけじゃ限界があるし。そうね。そして決勝に、そして決勝トーナメントに出て、いつかチャンピオンと。ああそうだ、セントラルのトレーナー支援の宿泊施設は豪華だから、ぜひ利用してね。特別に VIP ルームを使えるように手配しておくよ。さっき頑張ってくれたお礼にね。ああ、ありがたい。あ、はい、一緒に VIP ルームに行きませんか。聞いた、聞いたか、 VIP だってよ。これはもう泊まるしかないな。行こう、今日は休もう。 HP ってなんで2人いんのあんたら。右の人は誰。ああ、案内の人。やり物回復は左が担当。あ、グッズを所望でした。お前は案内してくれる人か、受付みたいな。で、どこ行こうか。お部屋はどこ。最終トーナメント、あ、ここは最終トーナメントじゃないといけないんだ。楽しみだね。お前らは、まあ、研究者みたいな。あ、でここが売店か。そろそろなんか必要なアイテム見えてきたな。ナオルビーンズはちょっと欲しいな。せんべいとかも、カステラ、復活、回復、 HP0 から復帰できるやつが欲しいな。でスタッフのみか。で、あ、地下あるじゃん地下あんね。謎の端末がある。いやー、こんな入れるところにあっちゃダメだろ。あ、3階も関係者、地下1階はそうではないのじゃ。で、ここがお部屋、 VIP ルーム。魔女のタクシー急便サービスというのがあって、それを使えば移動も一瞬らしいが、価格がちょっと高いんだよ。なるほどね。ここ俺の部屋、ここか。すごいね、すごいんだけど。ここで合ってる。あ、合ってた。最新型のパソコンすごいねすごいんだけど、なんか開きっぱなしなのか気になるんだよ。やっぱこの国の人はあんまり扉閉めないのかな。いいね、こういうドリンクとか飲み放題でついてるのすごい嬉しいな。まあ、そういうなんか得とかいう考えで VIP 室行くのも違うけどな。スター鉱石が壊れるとやりもんが暴れることってあるんだな。まあ元々まだ仲良くがなかった、まあ元々まだ仲が良くなかったんだろ。お前と僕ってスター鉱石なくても全部わかるよな。なんでだろうな。それあれだよ、絆だよ絆。まあそうなのかな。チャンピオン、とんでもなく強かったな。まさかレオ君の姉ちゃんとは。いつかボコる。またそんな大それたこと。む、かわいいチケープかわいい。で、あ、次の部屋が見えると。ああ、またこの夢だ。でもなんだろう、今回も今までと違う何かが。行ってみるか、また何か。無限エネルギー機関クリスタ。人類がいる限りエネルギーが生まれ続ける、まさに夢のエネルギー機関です。ただしそのシステムは現在極秘、量産化についても全く進展が見られず、世間ではセントラルコーポレーションが全てを独占しようとしているのではないかと陰謀論が上がっており、未だ謎に包まれるクリスターについて新たな情報の公開が望まれます。第383次実験終了、被験体排出。クリスター急速に稼働率低下中、クリスター低下、稼働継続不可能。おう、はあ、はあ、ぐ、お疲れ様です。あ、さっきのなんか極秘扱いされた女の子ってこと、もしかしてこの子。明朝0700より第384次実験が開始されますので、よろしくお願いします。大丈夫ですか、これも世界の明日のため、何卒ご協力お願いしますね。はあ、はあ、早く早く私がいなくても動くようにして。
強い子だ。あのメイドがついてたのもしかしてあの子に対して？無限エネルギー機関クリスターの量産化は難航、被験体の排出後 1.8 秒後にクリスター完全停止、被験体をコアとして入れなければ稼働維持できず、理論上は被験体がいなくても稼働するはずであり、引き続きデータの収集が必要。なるほどね。さっきの僕は何を見てるんだ、夢では言い表せない何かを感じる、これをなんで俺が見てんだろうっていうのが一番疑問なんだけど。でここが、あいつが休まなければずっと研究できるんだがな、貴重なサンプルだもの、死なれたら困るわ。超能力があっても体は普通の人間か。あの子を触媒にエネルギーを取り込んでるんでしょ、普通の体とは言えないと思うけど。うん、むちゃくちゃやな、まあ休まなければなんてな。量産化計画本当に可能なのか、ここ最近ほとんど進捗がない、引き続きあの少女で運用しデータを取り続けるしかないか。新生物計画あちらは順調だな、魂のエネルギーを別の生き物に流し込むとは。おお、これまた別で、なんかめっちゃ光ってる、なんかあんな光ってる、偉大なる相手というのは輝いて見えるのだよって。光ってる理由は聞いてないんですけど。神の子、世界がもう望んだ奇跡。ああ、別の世界に。スター鉱石のような欠片がある、メモが添えられてる。クリスター稼働時排出される欠片、人間の意思に反応を示す、人間の意思に反応を示す。200次実験まで並行していた被験体以外の少年少女での稼働実験すべて失敗、これ以降クリスター実験は被験体のみで取り行う。なお稼働実験に関わった名の少年少女については、これ以上は怖くて読めなかった。なんで俺の記憶にあるんだこれが。なんだろう、君はコミックやアニメは見るかい？多少見ますが、それほどは。火とか雷とかそういう魔法や超能力、コミックやアニメではそれで戦うのですが、実際に使えたとしたら戦いよりも日常生活にインフラとして役に立ちますよね。そうね、正直今でも信じられませんが、事実として今我々が経験しています。そう、神の子は本当にそれができてしまった、まさにエネルギー問題の解決への奇跡ですね。しかし神の子を軍事利用しないのはなぜなのです？世界のエネルギー問題解決など全く無視して、大国たちは我先にと神の子を奪おうとするのでは？簡単ですよ、できないのです。神の子が強すぎて返り討ちに遭いますからね。よくそんな子が我々に協力していますね。そうだよな、そんな強い子が。え、幸運ですね。まあ利害の一致です。彼女の目的は彼女だけじゃ果たせないということです。まあミサイルが飛んでこないように時々餌でも撒いておきましょう。あ、なんか陰謀が。で、じゃああの子は望んでやってたんだ、頑張るぞと。ん？ああ、でメイドさんと部屋にね、また誰かいる、この前の夢のメイドと、その奥にもう一人。お嬢様、お食事の準備ができました。いらないわ、お腹空いてないもの、食べないとお体が持ちませんよ。あなたこそそんな細い足してちゃんとご飯食べてるの？いえ、私はロボットですので食事は必要ありません。また足に関しては乾燥して別の足に変更可能です。はいはい、そうだったわ、愛想のないロボットだったわね。愛想がご希望であればずっと笑顔モードというモードもありますが、それはやんなくていいわ。はあ、でも一つ訂正する、あなた愛想少し出るようになったものね。私はロボットですのでそういったものは。はいはい、そうね。何これ。 CEO、 クリスター稼働時に排出される例のかけらですが、形状は安定し人間の思考、感情、意思のテレパシーのように変更するようです。これが悪い顔してる、例の新生物計画の制御装置として使用できるのではないでしょうか。だからやりもんを制御するやつか。魂のかけら、まるで星のようですね。ソウルスター鉱石とでも言いましょうか。ふむ、今理論を組んでいましたが、こちらはクラスター量産化よりもスムーズに進行できそうですね。上はすぐに兵器を欲しがりますからね。こちらをちらつかせておけばクリスターの研究に余計な詮索をかけられないでしょう。これも世界の明日のため、あの少女にはもう少し頑張ってもらう必要がありますからね。もうマジでなんでやってくれてたの、朝か。で、なんかなんだこれ、チケープどうしたの。これはまた強くなった、あー進化したお前進化するんかい、ソロアップ、お前そういうタイプだったのか。なんかキモいな力がみなぎってくる、これはもう 100% 勝てる。ようやく俺あの姿のチケープに慣れてきたのにようやく可愛いなと思えてきたんだ。またちょっとキモくなった。ほんとか、お前前からずっとそういうこと言い続けてるからな。でもひとまずおめでとうだな。まあ強くなったのは嬉しいけど、チケープがソウルアップしました。共に新たな場所での戦いを乗り切りましょう。そして名前は変わんないんだ。
新たな能力ということで、はい、ということで、まあ、ちょっと続きは YouTube の状況を見ながらということで、はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。